こんにちは。4月の13日土曜日です。気温は10、18度、19度。あったかいです。今日は穏やかで、風もなくて、まあ薄曇りですね。ちょうどいい感じの庭仕事日和です。八重桜がね、見頃なんですよ。さっき朝からランプと散歩してきて、散歩コースにすごく立派な八重桜があって、それがほぼ満開でしたね。なんかソメイヨシノは、今年ちょうどソメイヨシノが満開になったと同時になんかすんごい嵐が来たりして、あっという間に花が散ってしまったので、八重桜はね、なんかゆっくり見れそうですね。で、うちの庭が、また引き続きね、植物がぐんぐん成長してるんですけど、くるみの新芽が出てますね。あれが去年植えたので、今年2年目で、多分この春から夏にかけてぐんぐん成長するんじゃないですかね。早くね、実をつけてくれると嬉しいんですけど、と秋に入れの、その前にご説明したケヤキの盆栽っていうことで買ってきたのに、実際葉っぱが出てきたら秋に入れだったっていう、まあ盆栽の世界では秋に入れのことももうケヤキっていうのかも分かんないですけど、秋に入れのね、新しい葉っぱが出てて、すごくあれ綺麗なんですよね。ああいうニレ科の、ニレとかイヌシデとかクマシデの葉っぱって、なんていうんですかね、脈がすごく深くて綺麗ですよね。あ、昨日の公園散歩した動画、あれなんか音声がひどかったですね。申し訳ないです。なんか 録画するつもりじゃなかったんですけど、あ、そういえばついでに撮影しようかなと思って急遽撮ったんで、なんかね、マイクの風防とか何も用意してなかったんでね、風の音がひどかったですね。で、コメントにもあったんですけど、僕のこのウィスパーボイスの音量に合わせて再生していて、で、CM が入ると CM の音が急に大音量になってしまうっていうもんで、確かにそうでしょうね。でもこの、今この動画はどうですかね。この動画と、あともう一個前のここで、新しい鳥のバードハウスを作りましたよっていうお話ししてる動画ですね。あれとかこれは多分音量問題は大丈夫だと思うんですけど、今後なんかちょっとああいう外で録画するときは、なるべく音声の環境には気をつけますね。それかもっとこの動画もどうですかね。もっと音量のレベル上げた方がいいですかね。なんか一応ね、他の人の動画とかもいろいろ見ながら、なるべくね、その音量のレベルは合わせてるつもりなんですけど、もしなんかご意見あったらコメント欄にお願いします。そうで、昨日その公園散歩した後に美容院に行ったんですよ。いろいろその整体院に行ったり、街に行く用事をいっぺんに済ませたいので美容院に行って、このロングヘアにしてからはもう半年に1回ぐらいしか行ってないんですよね。で、半年ぶりに行ったんですよ。で、切り終わってから YouTube の僕の動画のコメントを見たら I like your long hair, don't cut it っていう コメントが入ってて ごめんなさい、カットしてしまいました。以前にね、Your hair is too long って言われた時は切らないくせに、
ドントカットイッツって言われた時は切ってしまうっていう、なんかね、結果としてすごく天邪鬼な行動をとってしまったんですけども そんなつもりじゃなかったんですけどね。なんかね、髪切るのは普通だったらね、僕も昔は1ヶ月に1回ぐらい美容院に行ってたんですけど、今この髪を長くしてるのはその美容院に行く頻度を減らしたいからなんですよね。まあ、自分でバリカンで坊主にしちゃうっていうのもありなんですけど、なんかね、坊主頭はちょっとね、60過ぎたらするかもな、わかんないですけど、なんかあんま似合わないんですよ 坊主頭が。で、なんかいつも帽子かぶってるでしょ、あれは作業の時に髪がこう邪魔くさいから帽子かぶってるんですけど、なんかこうね、まとめる時もあるんですけどね、あんまりなんか好きじゃないんですよ、なんか頭皮が後ろに引っ張られる感じが。なので帽子をよくかぶってるんですけど、そう、なんかそのグリーンのバードハウスに今ね、ちょうどスマートフォンで撮ったんですけども、でなんかね、もうだいぶ僕が近づいても逃げなくなりましたね。前はね、こんなスマホでこうやって撮れるぐらいまで近づくことはできなかったんですけど、最近はもう、あ、こいつは特に危害を加えてこないんだなっていうのを理解したんですかね。逃げなくなりました。もうちょっと理解を深めてね、それを作ってくれたのは僕なんだぞっていうとこまで言ってくれるとね なんかお礼の品でも持ってきてくれればいいんですけど、まあでもね、毎年こうやってここに来て目を楽しませて、目でも耳でも楽しませてもらってるので、それで十分なんですけど、あと小動物はどんなのがいますかってコメントありましたけど、何度かお話ししてるんですけど、まあ、小動物っていうか、この辺にいるのは、まあ、鹿、イノシシ、猿、大きいので言うとそんな感じですね。鹿、イノシシ、猿、キツネ、タヌキ、イタチ。で、モグラとかカヤネズミは、よく銀が捕まえて、ここに持ってきてましたね。銀もね、もともと野良猫だったんで、その頃はね、よく、ここに銀が来た頃はね、しょっちゅうなんかハンティングしては持ってきてたんですけど、もう最近はもうすっかりぬるま湯の家猫になったので、狩りはしなくなりましたね。まあ今日も、今日はどうしようかな。あ、そうそう、今日は僕メインハウスでね、パソコン使って仕事してるんですけど、まあ、そのビデオのエディットもメインハウスのパソコンでやってて、そこのね、パソコンを置いてるところが、こう屋根がこう下がってきてる、この辺で机があってやってるので、こうね、別に頭は当たんないんですけど、ここに低く屋根が来てるから、ついついね、こういう姿勢になって作業しているっていうことに気がついて、でそれがこの首とか背中にすごく良くないだろうなと思ったので、昨日整体に行った時に、もしかして作業する時こういう形になってるかもって言ったら
そんなもんすぐ模様替えして机を別の場所に移せって言われたんで、うん、今日はそれをやろうと思います。じゃあそんな感じで、じゃあまた来週よろしくお願いします。